監督が巨匠の滝沢監督だったんですが、やっぱり品のいいおじいちゃんという感じで、まあおじいちゃんと言っちゃいけないのかもしれない。70には、まあ、50代の感じだからね、おじいちゃんではないんだろうけども、でもあんまり物を言わずにニコニコしながら俳優さんのやりたい放題の芝居の仕方を見てて、で違うと違うなって言って、ちょっとこうしようああしようっていうことだけを言う。その他のことはもうほとんど何も言わないで、キャメラマンの横山じっちゃんとこう二人で相談してボロが出ないような撮り方をしてくれてた。それが監督の良さだったと思う。すごいね、一つ一つやっぱり丁寧に撮ってたから。素晴らしい、やっぱり名作を作る監督っていうのは、ああいうその全体的なムードを盛り上がるように仕向けてって落ち着いた画面を撮るといううまさがあったね。じっちゃんが天気待ちしてるやつな、これ。そうですね、多分ね。で、滝沢さんは真ん中座って、いつも触ってたな、滝沢さんは。小杉勇さんはもう大先生で、優しくいろいろと教えてくれてね、丸々とした体の中から丸々とした声出して、で余計なことはやっぱり言わなかったね、うん。ただお芝居の心情として、まあそうそうそうだよねってこう合図を打って相手にこうその気にさせていくようなムードはあったね。何か松江で交通事故があったと聞いているんですが。ああ、いや、それは若気の至りでね、若さでもって撮影のそういうこうしっくりと対策を取ってる状態の大人のこう厳密な空気というのは、逆に息苦しくなってくるというか、堅苦しくなってくる。それでストレスが溜まってきて、もう撮影が終わるとバーッと解放されたような気になって、どっか飲み行こうということになったりするんだけど、たまたま松江の日活の映画をやってた監視さんが、トヨタのクラウンの観覧開きが出たばっかりの車を買ったって、それをお貸しするから玉造温泉にでもお遊びに行ってらっしゃいませと、よっしゃってで出かけた。車好きだから自分で運転して行くから大丈夫だって言うんで、その看守のお嬢さんと何人か仲間を乗っけて、たまたま玉造温泉で遊びほうけて、夜中に近い時間になって、帰りかけに高速道路という字があって、そこがこう通れて、ただし料金所はまだ何も空いてない、ただ道路がバーンとあるから、ここ走っちゃおうかってバーッと走っていったところが、新宿の向こうの方に街の明かりが見えるのを幸いに吹っ飛ばして帰ってきてたらば、なんか看板がピューンと通り越したって、なんか書いてあったかあったら乗っかってたやつが、うん、終点って書いてあったって言って、何終点って言った瞬間に道路が途切れてた。それでプーンと空中飛んで、工事中の泥の土手へドーンと落っこって、そのままゴロンゴロンゴロンと新宿の中へ落っこっちゃったけども、新宿はその深いところじゃないから、たまたま助かりましたよね。それで全員引きずり上げて、どうしたんだか車はダメになっちゃったんだろうな、全然気にもしないで、明くる日もその次の日も平気で撮影してたけど、さすがにでも明くる日は俺はダメだったんだな。気がついたら夕方だった、寝ちゃってたね。もう頭打ったかどこ打ったか知らないけど、
ただその時になんか看守のお嬢さんが隣に乗っかってた人が怪我してたんじゃないかなと思って心配したんだけど大丈夫ですって言ってたからそれっきり気にもしなかったんだよね。車はそれでダメになっちゃったみたいな。そのダメになったかダメじゃなかったかってことの結果は気にもしなかったし聞きもしなかった。もうとにかくあの自分というのはもうなんていうか地方のそういう監視やら何やらっていうのはもう中心のそういうスターさんというのにわっと応援をすることやって当たり前みたいに谷町的な雰囲気があったね。だから多少のことがあっても黙ってこう甘じて受け止めちゃってた。それに乗じて好き勝手なことをしてたことが山ほどあるからね。だからまあ悪いやつだったんだよな。